はい、今西成から電車で30分ぐらいのコスモスクエア駅というところにいます。ここからですねシャトルバスに乗って南港南港南港というですね大阪南港という、港に行ってフェリーに乗ります。港町です。あれがシャトルバスだと思います。あれに乗ります。5分10分ぐらいで着きました。あっちが入り口です。台風で船が出ない可能性もあったんですけども無事予定通り、出ることになりました。で船のに乗る時刻が13時40分で出発時刻が15時です。大阪から釜山行きですね。で3万円ぐらいで、朝ごはんブレックファーストと、今晩の夕食ディナーがついています。帰りはそれで、帰りの、燃料代とかをですね、いくらか3000円ぐらいになるかなと思うんですけども、払うかなと思います。それぐらいで、3万円ちょっとぐらいで、往復で船で行って戻ることができます。なんかもう出発してました。港を離れてました。いつの間にかなんかさっき観覧車が見えたんであの観覧車のある方から来たのかなと思います。煙が出てます。であそこにこうカフェがあってこうコーヒーとかも飲めるみたいです。今回泊まるのが544というこちらのお部屋でございます。